僕たち選別家の、もうよえん。皆さん、こんにちは。今日は、旅先のお別れの挨拶について、リクエストをいただきました。皆さんと一緒に勉強していきましょう。今回のリクエストは、皆さんと一緒に過ごせて、とっても楽しかったです。と、これからもどうぞよろしくお願いします。をリクエストします。それは、皆さんと一緒に過ごせてとても楽しかったです。これはモンゴル語では、タブクチテウングルスンホフザマシヒフクチテベタと言います。皆さんとはモンゴル語で、たぶくて、一緒に過ごせたは、モンゴル語で、ハンプ・ウングルースン・ホフザ、とても楽しかったです。モンゴル語では、マシヒ・フグジルテ・ベザと言います。いつものように3回言いますね。たぶくて、ウングルースン・ホフザ、マシヒ・ふうちきてべた。たぶくちてうんぐるすほくざましひふうちきてべた。たぶくちてうんぐるすほくざましひふうちきてべた。みなさんと一緒に過ごせてとても楽しかったです。次の言葉は、これからもどうぞよろしくお願いしますという言葉です。これをモンゴル語で言うと、운에서 허시 기승 도설지 딤지지 바가래 と言います。これからもはモンゴル語で、운에서 허시 기승 どうぞよろしくお願いしますは、モンゴル語で도설지 딤지지 바가래。この文章もちょっと長いんですが、皆さん自信を持って頑張ってください。3回言いますね。운에서허시기승도설지딤지지바가래운에서허시기승도설지딤지지바가래운에서허시기승도설지딤지지바가래と言います。小崎さん、운에서허시기승도설지딤지지바가래。それではもうよでした。バイスター、バイスター。皆さん、こんにちは。僕たちは選別家のアミナウェン、ウォルツァクを積んでんしょ。では、前回の続き、小崎さんのリクエストの後半になります。では、今回も私と一緒に頑張りましょうね。小崎さんから2つのリクエストが入ってます。1つ目は、せんべいのとせんそうじべいのは違いは何でしょうか。また、戦争地平のの方がもっと丁寧な言葉ではないですか。戦争は親しい人、友達、家族などによく使われます。戦争、戦争と言います。で、その次は戦兵のです。戦兵のは戦のよりはワンステップ、ちょっと丁寧な言葉でございます。例えば、初めて会う人、長い間会ってない人、尊敬してる人とかには、先輩の、先輩のと言います。で、最後に、先掃除弁のって長い方は、年上の方、または自分が遠いところ、海外行って戻ってくるときに、お元気でいましたか？の意味を表します。わかりやすいですか？どうですか、皆さん。ありがとうございます。お元気でいてくださいねをモンゴル語にすると、センソージベガレ、センソージベガレになります。モンゴル言ってみんなで別れするときに、心を込めてモンゴル語でセンソージベガレ
とお別れの挨拶するとモンゴル人の友達がチーンとしてくるかもしれませんね。モンゴル語ではまた会えるのを楽しみにしていますわ。天王つい次に会ったんホレージベンになります。다행올책디승야당후레지벤다행올책디승야당후레지벤마다아이마쇼뭐빙겨시도기마쇼마다아이마쇼와따라올지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 오겐기되구다사이마다오노방심시테마스と言うと、戦争じばがれん。だらおつひく、ディスンやたん、うれじべん。もしくは、お元気でいてくださいね。また会いましょう。は、戦争じばがれん。だらおつひく、と言います。それでは、小崎さん、またビデオをご覧になっている皆様、また会いましょうね。お元気で。いてくださいね。みなでした。たらおつら、バイルテン。たらおつい。リクエストによるモンゴル語講座。これからもどうぞよろしくお願いします。またまた皆さんからのリクエストをお待ちしています。